600ってこんな簡単なんですか。 Number 5むずっ。共通テストなんか全然レベル違うのか。 I want to speak fluently。 これ前なんか取り憑かれたように受けてるやつでしょ。そう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 、取り憑かれたように。本当は受けてないでしょ。なんでだって受けるのめんどくさくなってるじゃん。受けるのはまあ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 、そう。じゃあいろいろやっていきましょうか。ちょっとやりたいですね。どういう感じなんでしたっけ。僕生まれてから1回しか受けたことないですよ。ああ大学入った時に。そんな、ああその頃景色違うか。いやだから当時っすよ、大学1年の時に単位の代わりになるっていう話あるじゃないですか。だからその時 TOEIC 受けて確か810点ぐらいだったんですよ、うんうんうん、だから当時が一番受けてた後なんで、うんうん、英語力高い時ですね。はい、結構いけてたじゃないですか。そうなんですよ、なんでいけます。なるほど。これ何ですかこれ。最初は写真ですね。写真描写で音声流れてきて、はい、これをちゃんと描写してるものを選ぶ。待って日本語でも描写できない絵が描いてあるんですけど、まあまあそうね。何なんですかこれ。それを聞いてカーネル・サンダースですかこれ。そうみたいな感じの人なんですけど、はい、4つ選択肢流れますんで。分かりました。その中から一番適切なものを選んでください。はい。Listening test part oneNumber 1. Look at the picture marked number 1 in your test book. A. He's lying on his back. B. He's holding a tool. C. He's removing his glasses. D. He's folding a uniform. B. はい。あ、正解。え、こんな簡単なんですか。でもなんて言ってたか分かりました。He's holding the tool. ああ、はいはいはい。holding the tool. あ、そうそうそう。tool. なんか、これ。なんかの道具だから。いや、この写真である必要あるこれ。ない。ない。誰の写真だよこれマジで。OK です OK です。いや大丈夫ですこれ。え、こんなので満点取って何自慢してんですか。いやいや、こんな優しいものだけじゃないですか。あ、そうですか。すいませんでした。ちょっと何も言えないんですけど。で、じゃあ次のこのパート2は音だけで誰かが最初にまず何か喋るんで、それの応答ですね。適切な応答はどれかっていう、ね。はい、わかりました。はい。Part 2. Number 2. Who's in charge of the meeting?A. At around 2 p.m. B. Yes, it's crowded. C. It's Mike's turn. はい。最後のやつです。正解。おー、なんつってたか分かりました。ちょっと忘れちゃった。In charge of the meeting。はいはいはい。はいはい。担当ですか。そう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 。え、こんなので説得してなんか決まらないんですか。じゃあ待って、じゃあ C なんて言ってますそれ。Mike's turn。あ、そうそうそう。つまり意味は。え、マイクの番ですよ。おー、そうそうそう、正解正解。いやいや、もう共通テストが全然難しいじゃないですか。いやいや、まあまあまあ、だけどストーリー性がないというか、はいはい、単問、まだ単問なんで、まだそうそうね、ものすごい答えやすいですね。そうそうそう、さっきのはやっぱり途中で話が変わったりとか、うん、あと Oh no! とかいうやつがいたりとか、ざけんなよお前みたいな、なんでお前今 Oh no! って言うのみたいな、うん、だってさ、試験問題に Oh no! 入れる人ないじゃんっていう。そこにこだわる。そう、本当に、まあ、まあまあまあ、これ優しいですが Day 1ですごい優しいやつなんで、まあちょっとじゃあ続きもいきましょう。はい。 Number 3.Where can I purchase a ticket? A. From a travel agent. B. She isn't here now. C. Next Wednesday. A ですかね。あ、正解。わかりました。あ、どっからチケットゲットするの？あ、そう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 。あ、バッチリです。大丈夫です。こっちの方が英語としては本物に近い感じがしますね。そうですね。さっきのクソ共通テストに比べるあれはなんかちょっと変というか、なんかすごい我々はみたいな感じが聞こえますね。すごい。Number 4. What did you think of the lecture? A. I think so too. B. Those speakers. C.It was all right. C. はい、正解ですね。なんつってか分かりました。けど、ちょっと分かんなかったのが、うん、What do you think of the lectures? って言ったの、はい、みたいなことを言ってたのかなって思いまして、はいはい、で、まあ、あまりにこの A と B のトンチンカンさに非常に時間の無駄を感じましたね。もうこれ、もうこの勉強するのはすでにインベインだと思う。なるほど、なるほど、無駄、無駄だと思う、はい、実際の今の本番の時はこれが相当難しくなってるので、あ、これは Day 1だからまずそういう、まあ、僕のテキストでは優しいやつをしてる、優しいやつにしてる。あなたが作ったからこんなクソもんは問題を作ってるのはネイティブ。じゃああなた何やってるの。解説書いて、あとは直しも入れてますから、私の方が詳しいですから取り組み。
じゃあでもやっぱね、長くなってからですか、ね、ああ、やっぱそうね。長く、これはちなみにあれですか、3問連問ってことですか。そうです。あ、全部聞いて3つ答えると。まあでも聞きながら答えるのが本当はね、一番理想。それこれって何、TOEIC は何回聞けるの。1回ですか。1回です。1回か、厳しいね。今パッと 見ていいですよ。ちなみにその当時なんか覚えたんですけど、とりあえず先に問題を読んだ方がいいって先輩に言われて、とりあえず聞こえなくても先に次の問題を読むっていうのをやったんですけど、それは正しいんですか。まあ読んだ方が絶対、ああ、なるほど、情報がね、何の話するのか。Questions 5 through 7 refer to the following conversation. Did the package arrive from Hudson Stationery yet, Natasha? Yes, it was on my desk when I came back from my lunch break on Wednesday. I took a look at it, and not everything that we ordered is there. That's too bad. And it's happened twice before as well. Okay, check our order again and make a list of what's missing. On Monday, I'll call them and let them know about the problem. Number 5. はい、もうこれでね、このナンバー5って言った時にもう次の問題読んでなきゃいけないですから。むずっちょっと待って、むずっ、ちょっと待って。だから共通テストなんか全然レベル違いますから、トイックの方が全然無理です。え、もう一回言っていいですか。え、いや、同時に問題読むのむず。 Did the package arrive from Hudson Stationery yet, Natasha? Yes, it was on my desk when I came back from my lunch break on WednesdayI took a look at it, and not everything that we ordered is there. That's too bad. And it's happened twice before as well. Okay, check our order again and make a list of what's missing. On Monday, I'll call them and let them know about the problem. 全然わかんない。やばい。これやばいですね。え。はい。私毎回こういうのをやってるわけですね。やめた方がいいよ。これむずいっすね。ちなみにもう1問目から分かんなくて、これ英語できない人あるあるなんですけど、もうナターシャって言われた瞬間に全部が分かんなくなるっていう。あの、まず人の名前が入ってきた瞬間に分かんなくなるんですよね。その、あります、それ、あるある。聞いたことない単語とか、人の名前が固有名詞だと気づけずに、やばい、知らない単語出てきたみたいな感じだったりとか、食らっちゃってっていうのありますね。最初だけ間違ってますね。あとはあってますね。あ、最初じゃあパッケージか。そう、パッケージですね。なるほど。けどちなみに僕今何の話してるのか全く分かってないです。あ、そうなんですね。要はパッケージっていうのは聞こえたんですけど、ウェンズデイっていうのと、要はそれだと遅いから、トゥワイス、はいはい、かな、2個前かなっていう、でマンデーにしたっていう。なるほど。普通にマンデーって言ってましたけどね。言ってました。言ってましたよ。うん、マンデーって言ってた。そう、トゥワイスも何のトゥワイスなのか全然分かんない。ああ、それは2回同じミスが起こったっていう話をしてましたね。はあ、やばっ。ちょっともう1回もう一回、これ遅くしろよ、これ遅くすんの。はい、おー、すげえ遅い。 Did the package arrive from Hudson Stationery yet, Natasha? パッケージ届いた。 Yes, it was on my desk when I came back from my lunch break on Wednesday. デスクにあってる。 I took a look at it and not everything that we ordered is there. そろ全部はなかった。注文したもの。あの、ステーショナリーって何ですか。ステーショナリーっていうのはオフィス用品のことです。まあ日本ではそう、文房具って習う人が多いんですけど、まあオフィス用品の方が。うわー、あ、そんな話してたんですか。はい、いや、僕はもうてっきり壮大な旅行のパッケージ商品の話をしてるんだと。ちょっとその違います。2回あった前にも。Okay, check our order again and make a list of what's missing. 何がないのか。On Monday, I'll call them and let them know about the problem. They'll let them know. 何を知らせるよって言ってました。チェックというか、俺途中でなんでチキンが出てくるんだろう。チキンなんか。いやいやいや、だから英語できない人にはそう聞こえるんですって、ね、マジで、だから今の速度で読まれて同時にここから生徒選ぶのは無理です。なるほど。聞いて何の話だったんだろうってなって、もう一回聞いたらギリギリ選べるかもしれないです。そうなんですよ、トイックってこんななんです。これは相性の難しく作ったんでしょ。いや、でも今のも別に全然難しくないですよ。マジっすか、はい、やばっ
だってそれをまたしかもさ、これ俺喋れるようになりたいんだけど。そうだよね、それだったら確かに。だってここでこんな早く喋れないんだけど、まずまあまあまあ早口すぎね。そんなに、そんなに、まあそんな速度で喋る必要は全然ないと思うんで。はあ、そう、やっぱりリスニング大事なんでね、聞こえないと会話できないので。え、みんなできます、こんなの余裕で。え、勉強してなきゃできない。勉強してなきゃできないと思いますね。はあ、え、高校英語から何にもやってなかったらやっぱできない、うん、できないと思う。無理。やっぱり表現聞こえないですね。うえー、マジか、すげえ。じゃあこれトーイック多分5、600点取ってるだけもすごいですね。じゃあ、ね、本当はそうなんですね、600点。まあただ簡単な問題だけガーって取ってっても、ああ5、600点いっちゃうってこと。取れちゃうんで。うわー、これからやばいっすね。これ俺が英語をエマ・ワトソンとジョークを交わしながら喋るのに何年かかりますか。いや、がっつりやんないと。でも普通に英語喋れないじゃん、普通に。そうだね、じゃあオンライン英会話とかもう何でもいいですけど、はい、やっていくのがいいんじゃないですか。そしたら、だからオンライン英会話をやったらできるようになるんですか。それがまあ本当に人によってで、だそんなのさ、オンライン英会話をね、まあ、そ週1とか、はい、週2とかやったくらいで。いや、だから週7です、やるんだったら。7、はい、うえ、そういうのは やるんだったらな。でよくそのうちの佐々木先生も言ってたのが、はい、あとうちの妹もイギリスに住んでるんで、おいおいおい、言ってるんですけど、うん、結局自分からボキャブラリーとか、はい、ハイレベルな会話をする空間に行かないと、そうです、ね、一生中学生ぐらいの英語で終わるって言ってました。カンバセーションレベルを上げていかないと、別に店行ってとか生活してとか、うん、友達とヨタ話するぐらいだったら、うん、別に中学生レベルの単語できちゃうし、そう、だから全然英語圏に住んでても英語のレベル上がんねえってうちの妹が言ってましたけど、うんうんうん、それも本当なんですか。そうですね、全然それで凝らせちゃいますし。でも全然、まあ聞こえはするけども、そのボキャブラリーが全然要は足りてなくても、うん、全然暮らしていくのは余裕です。暮らすの余裕です、余裕です。あ、ほんと全然余裕です。これは IELTS とか TOEFL 受けるときは使う単語変えますからね。なんで？難しい単語を使わないと点上に行かないんで。あー、なるほど。だから Interesting とかっていうのも Intriguing とかですね、難しい単語に変えて。あ、Interesting ですよ。はい、Interesting っていうのは普通の単語です。はい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 。 Intriguing とか言ったらめちゃめちゃレベルの高い単語に、うわん。何それ。 Attractive とかっていうのは Mesmerizing とかですね、 Enchanting とかっていうふうに言ってレベル上げるんです。伊藤菓子とか言うわけですよ。それめっちゃ使わないでしょ。使うでしょ。伊藤菓子使う。いやいや、だからそんなめっちゃ綺麗とかじゃなくて伊藤菓子みたいな。でもちゃんと使えないとダメですか。他は超口語で喋ってるのにそこだけ難しい単語じゃダメなんです。なるほどね。ちゃんと難しいストラクチャーでっていう風にやんなきゃいけない。やばプラン、プランですね。プラン、了解です。全てはプランで。まずそのだからトイック本当にやってみるとかっていうのもね、全然ありだと思うんで。オフコース。オフコースですね。そこでまずちょっとインプットの方を鍛えてからアウトプットに行くっていうね、よく言われることなんで。But I think I don't have to learn the vocabulary. You have to improve your vocabulary. I have to? Yes.Yes? Yes, of course. But I want to speak each other in the other country. So I don't want to add a lot of vocabulary. I want to speak fluently and I want to listen English. Mm-hmm. Yeah, but I think they don't use the difficult vocabulary in the daily conversation. If you don't use difficult expressions, probably they won't use. Oh. But if you use like sophisticated words and phrases, they will also use、mm-hmm. an expression. It's good. もし使ったら使ってくるしって感じですね。はい。ああ、そうなんですね。はい、まずトイックね。ちょっと落ち込みましたよ。指導先生できるしね、トイックね。いや、指導先生になってくれと900近く取れました。マジ？そう、指導先生ベラベラ喋るんですよ。そう、英語系 YouTuber 好きだし、指導先生。あ、そう、英語のやつ見てます。英語全然喋れるよみたいな感じなんですよ、うん、俺の目算何点ですか今。今のですか。いや、500点台かなまあ、リーディングは多分出てもっとすごいバンとできるんじゃないかなと思うんで。いや、300点以上失ったか。
いやひどいですね、やっぱ。けどエマ・ワトソンとやっぱ会ったらどうする。エマ・ワトソンと喋る。イギリス英語も学ばないといけないですよ、エマ・ワトソン。やばいですね。いつ会うか分かんないですからね。いつそういうことになるか分かんないんで。そうそうそう、いろいろと計画立ててきますか。はい、喋る練習もしたい。そうだね、だから英会話のやつもね、ぜひ。案件があるでしょ、案件の。案件もあると思うから、絶対取れると思うので、いろいろ了解です。はい、じゃあ細井先生、ここから英語勉強していきますので、ぜひぜひ皆さんも応援してください。応援してください、はい、みんなも頑張ろう。ありがとうございました。